どうもボビーアトレザーのボビーです。うん、今日は11月21日三、えー、連休の初日ですね、えー、いかがお過ごしでしょうかね、えー、今日は81回目のーライブ配信となります。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうもボビー・アトレザーのボビーです、えー。大阪のですね、ボビー・アトレザーのアトリエからあライブでお届けしております。ねえー、3連休、ね、初日、えー、いかがお過ごしでしょうか。ねえー、僕はですね、もう相変わらずうアトリエでですね、えー、制作うをね、えー、やってますけどね。えー、そうですね、えー、っと、うん。 今日は土曜日ということですね。タイトルにもあるとですね、えー。土曜日のゆるいマイブーム話ということですね。えー、まああのー、まあちょっとマイブームなことをですね、えー、徐々に挟んでいこうかなと思います。で、えーまあ、今日はね、午後からね、えー、昨日、昨日かな、配信ね、させてもらった、まあブログにも書いてますけどね。 えー、リモフェスということでね、えー、イベントにねリモートフェスティバルかな、ね、音楽イベントにね、えー、の2日目僕は明日なんですけど対談ということでね,、えー、ねまあオンラインというかあこのね <laughs> ズームっていうのを通してね、えー、対談にね参加させてもらいます夕方5時前ぐらいかなその、うん、ライブ演奏とかの合間なんですけどもね えー、そこで出演させていただきます、ね、ボビー・アトレザーのー話か、うんまあこのアトレーから、ま、あの Zoom っていう、ねえー、ソフトを使ってです、ねえー、対談します。昨日初めて Zoom、えーね、アプリをです、ねえー、使ってですね、えー、ちょっとこうミーティングをしたわけですよ。ねえーあのー、使い方も分 <laughs> からず、えー、何をどうしていいかをね。 おちゃごちゃしながらですねまあさそんなことしながらあ一個ずついろんなことをおおチャレンジしていこうかなっていうのね、えー、2020年の挑戦ということでね、えー、今年はあまあほらまあまあ今日はまあマイブームな緩い話ということですね、えー、知ってますかねウルトラ Q ねえー その僕がまだ生まれる前なんですけどね白黒の頃ですよおウルトラマンのまだあ初めてね昭和39年くらいですかねえっくらいかないや40年くらい <laughs> ちょっとあのその辺がちょっと曖昧ですけどね、えー、そのお半世紀以上かなの前の、えー、番組ですね「えー、2020年の挑戦」というねタイトルが ありましてね、えー、今年はまあまああいろんな方がですね、えー、2020年挑戦とか言ってねあの「ケムール人」っていうね、えー、話のね、えー、をですねよくあのネットとかで上げてましたね、うん、まあ僕もあそこはそんな年なんやなと思ってね、うん、当時だから6 1966年65年ぐらいのね かららしたらあこの2020年というのはすごい未来なんやろうなと思いますしね、えー、この先の50年先っていうのはねまあ僕はこのようにこんな感じでピンピンいることは多分ないかもしれませんけどもね、えー、どんな世界になってるのかなと思います。ここうういうふうなことがねあのほんまに、えー なんか昔はこんな感じでやってたらしいなパソコンっていうのがあったらしいなとかねスマホっていうのがあったらしいなとかって、えー、画面を見ながらなんかやってたらしいなとかいう,う笑い話になるのかもしれませんね、うん、あなんか、まあ、もう50年くらいやったらホログラムみたいなんでねあの「スター・ウォーズの」あの R2D2 みたいなのからねからこうピーとあとホログラムみたいな感じでね立体的な感じで。えー それから手のひらでねポーっとこうねこう乗ってこうあるような感じでねやり取りするのが定番になるかもしれませんしね。うんあのー、まあそんな感じでねまあ、SFX とかねその辺の話とか特撮というのは僕は本当に、えー、ハマりましたね。うん、はい、まあまあねまあ、そんな今日は土曜日はねそんな話ばっかりしてますけどね。で、まあ、まあ最近のマイブームでね、えー ちょっとこうこの間ふつっ,ったんでちょっと今日はまとめてみました。これマイボムね、えー。まあ夏場にですね、えー。まあ冷蔵庫にですね。自宅のねあの常備しているのがねあずきばですよ。それとあのこう手前、えー、画面の手前があるんですね。えー、白玉団子のそ、えーえー、業務スーパーでも大分に買ってもうちょっと霜降りになってますけどね。霜、えー、が降ってますね。 うんあのー、和牛の霜降りやったらありがたいけどねこ,こんな状況ですよあのほとんど減らへんからね、うん、でまあ、あのー、買い置きしてんのがあったんで,で、まあ、この今日まではちょっとね今日はちょっと冷えるかな外はねけどまああのー、寒くなったらですね、あのー、ほとんど出番がないわけですよね、うん、まあもしあったら私しても風呂上がりに小豆葉を買ったい買ったい小豆葉をですねかじるぐらいですよ。 でまあ,あのそれをですね、えー、こう一緒に入れてですね、えー、チンしたらいいんじゃないかとおねこれあの原材料がですねこの小豆バーのこの話をですねなんかえっ、ー、と t バーかかんかで見たんですけどあの厳選されたですね、えー、粒の大きさとかあ小豆の、ね、粒の大きさもねちゃんとこうお選んでですね、えー、振り分けて。 でまあ、材料もそのなんかあんことかねああいうの作るような感じの素材を天然素材みたいな天然素材言うのかな <laughs> 分からなんけどなんかそんなんでねやるみたいででそれやったらと思ってね、えー、寒い朝にですね、えー、こうやって、えー、そのまま皿に皿をですね、えー、ポンとレンジに、えー、チンしてみたわけですよ。ね えー、まあまあ何分とかにじゃなしに、えー、とりあえずあの自動みたいな感じでとりあえずもうボタン1個押すだけですよね。だまあもうこ,んなこんな状態ですよ。<laughs> ねあのー、この棒だけね、えー、アイスの棒だけちょっとこうペタッとなった感じですけどねそれを取り除いてですねあの、まあ、あこんな感じですね。 えー、あのお汁粉ぜんざいですよねあの白玉ぜんざいになってですねこれがですね、えー、寒い朝にですね、えー、ほっこりするわけですよ。ねうん、まあこれで暖をとってですね、えー、ちょっと甘みもありますから甘み,みかなありまかな、ね、天然の甘みかなこの小豆のあんこのね。 うん、そんでこうちょっと回っとたりしてね、えー、全然まあねあのロックテイストとはあの <laughs> まだ程遠いですけどね、あのーまあ、こ,こんな感じでね、えー、最近のマイブームはそんな感じですねあの夏に出番が多かったら冬,冬になったらねあの冷凍室がかさばるんでね、えー、なんとかしたいなと思ってですね まあ、あの白玉もね、えーまあ、酒かすをね含めて、えー、そこに投入するのもいいかなと思いますしね、うん、なん何か,か利用してらいかなと思ってね、あのー、そんなことをですね、えーまあ、まあそれが今あ最近の思っていたマイブームなんでまああのー、ねもし冷蔵庫にですね冷凍室におねこのご覧頂い,いている方ね冷蔵庫に同じようなもんがあーかね小豆ばが多分あるかもしれませんしねあればねチ、えー、にしても, <laughs> もらえたらあのー 程よいがまあ、あのね、まあ、さっきもお話ししていてですね、えー、これ今日はね、リモフェスですね、えー、と、プログラム、出演者かですね、これね、えー、まあ、スマホからね、ご覧の方はですね、あの、スマホを横にしてですね、えー、ご覧いただければちょっと見えると思いますね、スマホを横にして、えー、大きい画面にしてください。ね、えー、ね。 明日この明日のですね、22日の,このプログラム、橋君の方に載ってるでしょ。ね。で、まあ、あのーみ、見えづらいやんってたうたら,からですね、あの僕の,あのホームページにね、昨日ブログでアップしてますんでね、えー、そちらの方で、えー、画像を見ていただけるとね、えー、はっきりとご覧いただきますんでね、えー、楽しみにしてください。まあ、もしね、あのー、何ですか、あのー、 ご自宅とかでね、ゆっくりされてる方とかあったらね、えー、一日日柄なあー、YouTube とかね、えー、なんか YouTube とかね、あの他、えっ、ー、とね、あのー、これは僕のね、えー、っとです、タイムスケジュールなんか、あこれ載せてなかったかあ。載ってないね。タイムスケジュールも入れてます。あのーえー、タイムスケジュールもね、あのー、僕のブログの方、 にねえー、リンク先も全部入れてますんでねあとタイムスケジュールでねあのか出演するミュージシャンの方もね、えー、普段リモートでされてるなんていうんですか例えばツイキャスとかねされてる方とかあまあ僕みたいなこのフェイスブックライブとかねあと YouTube で配信してる方とかまあまあいろいろスタイルがあるでしょうね17とかまあなんか僕もうあのもうこんだけあったらもうついていかないから <laughs> あのねあれですけど。 まあ僕はまあ今このフェイスブック、えー、チャンネルでね、えー、こうおーアーカイブを残していってるんですけどもねこ、うん、んな感じで、えー、でまあ,あいろいろこうみんなで見ていただきながらそのあい,あいまいにね、えー、楽屋トークっていうのがある,あるらしくて、まあ、そこは僕もおお乱入もなんかこうズームで入ることができるみたいなんでね、えーまあ、制作のあい,いにねなんか時間が空いた時にでもおちどっかで <laughs>。 じらーっとこう顔,顔映るかもしれませんけどね、うん、まあその辺はあ今日まあどんな感じになるかあ様子を見ながらですね僕もあのパソコンでねひがなリムフェスのね、えー、今日はこのっちかなライブをですね、えー、今日 2, 2時二時ぐらいからあるんかな2時半か、うん、あるんでね あのー、ちょっとね楽しみに見,見,見ながらあー制作レーザーのねオーダー制作をですね、えー、コツコツと作って、えー、い,きいきたいなと思いますけどねはいそんな感じで,でそれではね、えー、また明日ね、えー、この画面ですねリモフェストでねお詫びお,お詫びお会いできたらなと思ってますで、えー、それではまた あ、今日もね。最高の3連休初日をですね。お過ごしください。僕でした。じゃあね。バ